おばんでございます。今日も、ソードオブザスターズザピット、ゴールドスカウトノーマルですね。この続き行っていきましょう。おかしい。ちなみに今日で日本語科の、言語データ部分、テキストデータ部分は一通り終わったのかな？多分。なもので、今は、イグゼの方、実行ファイル内のテキストをいじるっていう作業に移りました。ですので、かなりもうゴールが近い感じですね。まあ、ゴールといっても、あくまで第一段階のゴール、その後の調整というデバッグ作業が残ってますんで、何気に遠いですけどね。あ、プロがオンラインになりましたね。あれですか、プロはサイレントハンターですかね。ああ、私そっち見たいな。まあ、ちょっとやってみて、で、プロがやるようでしたらば、終わって、サイレントハンター見ましょう。で、今、見ているかな？前回、低解像度だと、ウィンドウが被ってしまうという、あの問題に対する、対応するための、フォント、小型フォントですね。それを、公開していただきました。報告したところ、それに対応するも、小型フォント、小型日本語フォントを公開されて、していただいたので、そちらを当てるとある程度良くなるかと思います。で、どうしてそういう、ウィンドウじゃなくて、あ、ウィンドウか、が重なってしまうかについては、もっと、日本語がもっとのページかな、違うな、ゲームモッドの方か、そのページの方のコメント欄に、バッジの作者の方のコメントがありますので、それを見ていただければ分かりやすいかと思います。これ、要は、このウィンドウサイズの表示は、この縦方向、横方向じゃなくて縦方向を基準にして、こう斜め方向に伸ばす方、画面を伸ばしてるらしくて、下に伸びれば伸びるほど横に伸びちゃうらしいんですね。なもんで、日本語かフォント、日本語のフォントはちょっと縦が長いみたいで、その関係で、普通、本来の英語のフォントだとダブらない、かぶらないものがかぶるらしいですね。あ、やべ、使っちゃったか。あ、使っちゃった。なもんで、かぶる場合には、小型のフォントを使ってくださいと。そういう感じです。で、さらに、同時にアップデートしていただいた、イグゼに対するパッチで、これ、自動開業。ウィンドウの内側、はみ出す場合に、フォントがはみ出す場合に自動開業するっていう、日本語のフォントですら自動開業されるっていう、今晩凄中、まじい機能が追加されいたきんなりで。のお疲れな英語調整さすがです。ねえ、なんというかすごいですよね。もう、こういう方がハッカーって言うんだなっていう、こんばんは。びっくりしますよ技術部ね。門の仕事が早いですね。で、ものすごいですよね。ソースコードがあっていじるじゃなくて、イグゼを直接いじってますからね。どんだけ技術力あるんでしょうね。もう、あまりにすごくて、凄さがわからない気がしてますね。ほん KNSN、とびっくりしますね。D 計画がいよいよ大詰めになってまいりました。お、資な格るほ関ど。連の勉強をやらないといけないんですが、実に現実逃避が直ってありがたい話です。ほうほ漫画のうほうほう。消費が進む。やばいですね。とうとう例の T 計画ですか。もう社内でもバレてるらしいということで、もう何の隠すこともなく堂々とできるってのがまだいいところですね。そうか。ああ、やはり目の前にちょっと面倒くさいことがあると逃げたくなりますからね。その逃げる先が漫画。なかなかですね。そうか。まあ、ある程度目標立ててやればどうにかなるから。ほどほどにってやつですね。漫画か。私最近読んだのは、クイ・キョウコの、
ダンジョン飯の2巻かな、1巻と2巻続けて読んだんですけど、なかなか良かったですね。エルフの人がね、拒否はするけど、それほど初期のようにね、全力で拒否らないっていうのはなかなかですね。今回は虫関係があったんでちょっとあれでしたけど、やはり根本的な発想が面白いんでなかなかいいですね。あれは面白かったです。ダンジョン飯の2巻おすすめですね。売れるのはよくわかるって内容ですね。私は電子書籍版でしたけど、まあ紙でも良かったかなと思いました。まあ値段が2、300円違うんで、まあお安く買えた分いいんですけども、まあ持ってない方はおすすめでございますと。いやいやいや、そうか。あ、そんな感じで、監視業もお疲れ様です。いやー、ほんとすごいですね。日本語化の段階で最終調整って一番めんどくさいのが、この海洋処理手動でやんなきゃいけないんで、それがめんどくさいなと思っていたところが、今回のアップデートでその作業必要なくなりましたからね。手動で意図的に海洋入れたいところに、バックスラッシュ N を入れるだけっていう、それだけに変わったんで恐ろしく楽になりました。まあ半角入れてあるんでこれを削んなきゃいけないんですけど、この程度はまあ大した作業じゃないですからね。いや、本当楽になった。もう足向けて寝られませんね。びっくりしますね。あればいいんだろうなと思っていましたけど、まさか本当に頑張ってつけた半角スペースを頑張って消そう、ね、今までは半角スペース入れないとはみ出しちゃう。でさらにあまりに長すぎるとゲームがクラッシュするんで、もうどうしても入れざるを得なかったんですけど、もうその必要がなくなりましたからね。まあ入れとけば入れとくで、開業のポイントになるんで、まあいいんですけど、それにしたってね、めんどくさいことには変わりはないですからね。これで、まあ、あえて言うならば、半角スペースを削った項目に関しては、調整が済んだってわかるんで、まあ、チェックポイント代わりとして、ね、使えて、まあいいんじゃないかなっていう、そういう考えで行きましょうか。そうすれば楽になりますね。ダンジョン飯読むとなぜかダンジョンマスターを思い出してしまう。キャラクターの濃さとパーティーの編成ですかね。やってることもそうなのかな。ダンジョンマスター、降りてくるシャッターで敵を殴り殺すっていうあれですか。私ナモジャさんのプレイであれ見てひっくり返りましたけどね。ダンジョンマスターフリーのやつあるんでやってみたいんですけど、さすがにまだ手を出しておりません。出せていないってんすか。いやいや、ダンジョン飯いいですよね。シンプルなキャラながら、ね、絵にすごい味があってとてもいい。いや、あれは本当にいい漫画を見つけた。私の楽しみの一つですね。漫画で楽しみにしているのが、ダンジョン飯と、ダンジョンマスターのあれですね。メッセージ。ソースエンジンのゲームでいうところのアスタレスクに囲まれたオットってやつですね。違う、あれはウィザードリーか。いやいや、なんだろう、楽しみにしてるのがダンジョン飯と放課後サイコロクラブと、あと山のすすめと。これですからね。とてもいいですね。まあ単行本買ってはいるけれども、連載読んでいないっていうやつだと、まあ他にも大砲とスタンプとかありますけど、まあその辺は適当ですね。思い出すといろいろ出てくるんでしょうけど、パッと出てこないんで、まあよしとしましょう。そんなこんなで、アステリスクバールでブシュアステリスク。ウィザードリーフソースエンジンですね。ダンジョンマスターで実況プレイをしつつ、そのプレイで手に入れた食材のみを使った料理を作って食べる動画がニコニコにありましたね。ほう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 。ゴーヤが大量に。あ、そんなのあるんだ。見てみましょう。ありがとうございます。ダンジョンマスターで実況プレイしつつ、いろいろ危険な感じがしますね。ろくでもない食べ物が出てきそうで恐ろしいですね。食べられない、
現実にないものが出てきた場合どう処理していたんだろう。ちょっとそこも含めてちょっと楽しみにしてみましょうか。ありがとうございます。ゴーヤゴーヤか、なぜゴーヤなんだろうね。あ、ちょっとウィンドウサイズ変えましょう。そんなこんなで低解像度で画面が被るようになりましたけど、前回以前よりも被りの幅が狭まったはず。でさらに、小型フォントを導入すれば、さらにこの被りの可能性が範囲が減るはずです。ですので、更新されたフォントの方を導入してみてはどうでしょうか。で日本語化については、言語ファイルについては一通り終わりました。で今が EXE ファイルの中をいじくってますと。まあ調整してないんで、まあ第一段階終わっただけですけどね。まあそういう感じで報告一応終わりです。あ、やべ、リロードしちゃった。これ何上げていたんだ。コンピューター、エレクトロニクス、春田系細分が結構好きなものが多いので、その辺を見てる字が多いですかね。ほうほうほう。ダンジョン飯もそうですが、実に個性的なラインナップでよろしいです。なるほど。単行本、オンラインかな？単行本かな？単行本じゃないや、雑誌かな？雑誌だと、雑誌コーナーほんと立ち読みしてる人多くて、私は あんまり近づけませんね。人がいないって時があんまりないし、でたまに座り込んで雑誌の上に本広げて読んでるおバカさんいますよね。蹴り飛ばしたくなっちゃうんで、あんまり行きたくないですね。ほんとね、学生服着てる中高生だというのに、そのマナーはほんとお前何今まで、ね、年食ってきたんだよっていうね。いろいろと腹立たしいんで、あんまりあれですけどね。そうか、はるたか、ちょ見かけたら行きましょうか。ありがとうございます。今普通の週刊誌とか、どこだっけ、富士山でしたっけ、富士山系グループのやっている雑誌の通販サイト、あそこでいろんな雑誌読めたりするんで、たまに読んだりするんですけど、でもやるときは木の下を掘って食材見つけましょうね。そうか、ピットで回収できたアイテムでそれを食べていくっていう、そういう縛り、これ食べられるもんないんじゃないかな。このなんだかわかんない肉とか、この怪しい卵とか、怪しいフルーツとか、実在するものってほとんどないですよね。危険気温いないものばかり、レーションとかそれぐらい。いろいろ怪しいですね。ハルタは雑誌扱いじゃないんで、ちょっと入手できる店の敷居が上がりますね。ほうほうほう。バックナンバーも取り扱い店なら結構ありますんで、まああれなんですが。あ、なるほど、そういうことですか。ゴーヤはこれですね。スクリーマーの肉、もちろん現実にないので見た目から大体品としてゴーヤになりました。雑誌じゃなくてムック使いですかね。昔のコンパ RPG とか電撃アドベンチャーとか、あれ系なのかな。そうなると確かに置いてるところを探すの大変そうですね。 ありがとうございます。そうか、そういったものならばちょっと探す場所変わってくるか。気をつけた方がいいですね。ありがとうございます。え、これこれがゴーヤに見えるってことか。あは、なるほど。これなんだろう、キノコですかね。ピットにもいますよね、こんなの。あと、何でしたっけ、ダンジョン飯の1話で出てきた、毛下げりにすると切れにくくて、縦に切ると切れやすいっていう、あのキノコですかね。ほうほう。あ、これ、あれか、ダンジョンズ・オブ・ドレッドモアじゃなくて、何だったっけ、リアルタイムの、ダンジョンクローラー、昔やったあのゲーム、あれとかでもこういうやつ落としましたよね。ダメくじ、
カタツムリ倒して肉を得るっていう、あのゲーム。こういった類なんだ。いいですね。これ動いてるんだよね。あ、すいません。映ってないわ。これですね。ダンジョンマスター。ダンジョンマスターリメイクとかないのかな？最近いろんなゲームリメイクしてるから、下手すれば リメイクしますかね。ありがとうございます。これをゴーヤに見立てるんだ。で、こういう見立てでいいならば、ピットでもいけるのかな。なんか見立てって言うと、あの、例の、ダンジョン飯ここですって最近読んだのですが面白いですね。なんて言ったっけ。明らかにダンマス意識した水飲み場とか、ダンジョン横のへこみとかありますね。あ、そういうこと。水を思わせるような魔法があったりで、いろいろ混ざってる感じがしますが。あ、おまでございます。そういうことですか。あれ、ダンジョンマスター意識してるんだ。リンゴとかチーズが手に入った時は狂気してましたね。あ、そういえば、これ今、ハイボアチーズとかありますよね。見立てていいなんていけますね。あ、普通に食べられるっていう、そういった喜びですね。なるほど。なるほど。え、じゃあこの終戦とか、あ、それ、レジェンド・オブ・グリムロック。それですね。あ、私の画面だとここに表示されてます。この字幕が。あれもすごかったですよね。そういった意味合いでは、あれか、アーケインスタジオの一作目、アークスファタリス。あれもひたすらネズミのお肉食べてましたよね。あれもかなり危険ですね。なかなか面白いことやる人いるんですね。いいな、私もちゃんと見てみよう。ありがとうございます。あ、このゲーム確かにリンゴ出てくるな。リンゴとか、あと普通に食べられるもの結構あった気がする。なるほど。結構お財布に優しくない気がしますけど、いつかはやってみたいですね。オッケーオッケー。そうか、ダンジョンマスターってウィズとダンジョンマスター両方か。私両方ともちゃんとやったことないからパッとイメージが出てきませんでしたね。ウィザードリーは3作目ダイヤモンドの騎士、あれを5、6回ぐらいまでしかやったことないのが実際ですからね。やりたい思っていながら全く遊べていないっていういつものパターンですね。持ってはいるんですけどね。 1,2,3,4,5,6,7 かな、そこまで持ってるんですけど、まだ一度も手を出していません。すいませんでした。いつかはやりましょう。ほうほうほう。そうか、ここでダンジョン道を知った。ちょこちょこ宣伝した甲斐はありますね。ありがとうございます。手料理肉で初動するの。ああ、そうか、つまりあの最近流行りの腐った肉ですか。あの腐っていうか熟成肉、あれを腐った肉とに見立てるって感じでどうでしょうね。病気に関しては、まあさすがに私が死んじゃうと思うんで、あの熟成肉ということで許していただく方向でどうでしょうかね。実際にクッカーとかで調理とかいろいろやばそうですね。絶対私、あ、これこのお仙肉と病気の、フェロモンバイトの材料になる病気のサンプル肉、あれは同一のものとみなすっていう感じでどうでしょうか。食べると死んじゃうわ。うわー、ズールフィメルいる。ここ開けなくてもいいな。ちょっとここは無視しましょうか。いや、あれですね。オブリビオンでしょっぱなの地下道で倒したネズミから取れた肉をよくわからずバクバク食ってたけど、後になって考えるとあれ食ってから2秒くらいスタミナにスリップダメージ入る肉だったっていう。継続ダメージ入るってことは明らかに毒というか病、あの腐ってるヤバい肉ですよね。そういうことですか。あ、オブリビオンってそんな最初から肉取れるんだ。私、序盤なんかチラッと見たことあるんだけど、うわ、やっべ、これマーク3じゃねえか。これ倒せるか。あと、ポイント振ってないわ。
ちょっと何振ってたか分かんないんで、ちょっと確認させて。リダクションがメタボリック振りたいんだっけ。オブリビオンか。私、スカイリムもあったかな。なんか持ってるんですけど、日本語化してそのままですね。全く手を出していない。あー、しかし、あと1ポイントか。ウォーマインド、テレキニス、変化し。レジスタンスはいらない。オレッジンが十分。バイオテック、ディサイファー上げていたのかな。よし。すいませんね。話があっちゃこっちゃ飛んでますけど。うわ、強っ。これ無理だな。あと、こっちになんかいるね。あ、そっか、通路にいないと反応しない敵か。つらいね。ダンジョン飯が楽しめたのでしたらば、ついでなんで、放課後サイコロクラブいかがでしょうかね。開いちゃったー。勘弁してくれー。やばいな、こいつ出てくるだっけ。ちょっとすいません。あ、ズールフィーメル来ちゃうな。ちょっとリロードさせて。ちくしょう、この上のマーク3、セキュリティボットマーク3が邪魔すぎる。スキャッターがリロードか。放課後サイクログラブ、次の巻、多分10月だと思うんで、もうそろそろですね。あれも楽しみですね。そういう効果掛け合わせて毒やら薬作れるシステムがありましたからね。ほうほう。やとか剣に塗るとかなり有効なので、暗殺者プレイするなら自分でうまく薬を調合できるよう関連スキルを上げたりする。ほうほうほう。あ、なるほど。なるほど。ということは、単純にそういった毒のやばい肉をに、や、危険なものとしてだけじゃなくて、危険な食べ物としてじゃなくて、ちゃんとそういう風に活用できる手段が残されてるんだ。ピットにも欲しいですね。あ、一応あるか。ヘビースラック作れたり、あのベノムソート作って毒塗って敵を削り殺すとかね。そういうことか。関連スキルを上げたりする。なるほど。なんかオブリビオンって、あの必要ない魔法をひたすら使いまくってレベル上げるとかね。そういうなんか不毛なプレイがあるっていう、そういった話は聞いたことある。やめてー。ケインってやばいの来てる。これどうしよっか。マグライフルでやるか。ちくしょう。ちょっと やめてください。こいつ硬す、あ、そういえばシャットダウン、あ、タワー潰れたからいけるか。超能力の存在忘れてるし。はい、レジストされました。やべ、ちょっとダメージが全然いかない。ちょっと無理くりリロードしていいですか。しぶとい。これリー持ってなかったっけ。リー持ってるよね。よし、ノッテンチーズ持てないな。うん、これたまにうまくスタックされてないものがあるのか。地雷持ってるし、これいらないね。暇さえあればジャンプしながら自己回復ランニングするあれのことか。あ、そうそう、あのオブリビオンのプレイで
なんかそんなの見たことある。あ、なんかすごいこれ無駄なプレイだよな、プレイというか無駄な作業だよなと思いつつ見てました。ね、あれをやらなきゃいけないシステムってのはどうなんでしょうね。ピットっていうところの素手で素振りしてるようなもんですからね。あの命令スキルを上げるためにひたすらに素振りをするっていう、 あれ本当何でしたっけ、最初のうちにトラップでブラインド食らった時に素振りするなら分かるんですけど、本当初期にお腹ない状態であれやるの不毛ですからね。でもやりたいなと思う時はたまにある。リロードリロード、フレチェットラウンド欲しいんだけど、やった、オッケー。ショットガンシェル。いらないものは何だろう。まあ、チーズか。いただきます。言うてもポスタルデュードさんだったジャンプしながらキックアンドおしっこしますし。それは何か違うような気がしないでもないけど。あー、これちゃった。あー、こういったメッセージ類も全部訳してありますね。周辺の敵がキャラのレベルに合わせて怖くなる仕様なんで、ああいう自してもぶっちゃけ無駄なんですけどね。ほうほうほう。あのゲームはロールプレイを楽しんでなんぼなんで、日本の RPG 的な遊び方しかできない人は不毛なプレイをやっちゃう傾向があるようです。はあ、ははあ、なるほど。単純な自分で魔法を作れるのでステータス上げとか、少ないスキル上げ用魔法を自作して内部データ的に不死活攻撃しても敵対しない特定の NPC にかけ続ける修練法とかありますね。ただ唱えるだけではスキル上がらないので、はあ、はあ、あとレベル上がった時のポイント割り振りのシステムがかなり独特でして、うん、厳格にポイント管理するならジャンプや水泳などを可能な限り控える必要があったりとかなり面倒でしたね。なるほど。単純にひたすら繰り返るような、リソース制限のアルゴフライクと違って効率を求めないと死ぬってわけではないから、うん、やりたくなければやらなければいいので真似しなくてもいいと思いますけどね、うん、まあやってたら自然とジャンプ移動しちゃうようになりますが。なるほど。移動中暇だからなんか無駄にジャンプしちゃうとか、 UT プレイヤーとかスポーツ系 FPS プレイヤーの癖みたいなもんですからね。それは仕方なしですか。ああ、なるほど。単純に何も考えずひたすら繰り返してるプレイはあまり意味がなくて、ちゃんと考えずやらなきゃいけないっていう点では、はたから何をやってるかを理解せずにひたすら繰り返しプレイを見てると不毛に見えるけど、実はちゃんと意味があったっていう、その可能性が十分高いのか。そういうことかな。すいませんね、適当で。あまり流し見してるとかそういったのが多いんで、あまり深くは見てませんからね。あれ、これこんなの初めて見た。ドアサイベリアルスティングラー、なんだこいつ。あれか、あのスワンプなんちゃらにサイベリアルが取り付いてんだ。やめてくれないかな、これ絶対気づいてるでしょ。アイキャリバーラウンズ、あんまりいらないね。多分超能力効かないんだろうな。あれ来ないな、上行っちゃったのか。サイアーマーか。すいません、むちゃくちゃ硬い。これいけるかな。
まあ、サイアーマーでアーマーチ上がってるから強いのは当然だけど、効率を求めないと死ぬかける、うん、効率を求めても生存率が上がるだけで死ぬときは死ぬ、うん、こうでしたねなるほど。そうなると本当その微妙な確率にどれほど時間をかけられるかっていう、そういったことか。私ならまあ死ぬときは死ぬんだ、死ぬなら死ぬとき死ぬならまあいっかで手間かける作業しないかな。めんどくさいの一言で多分やらずに普通に行っちゃうと思いますね。なるほど、そうか、その微妙な効率を求めてああいうプレイしてるのか。ケイ、まあ結局本人が楽しければいいから問題ないっちゃ問題ないですね。なんかいるな。ピンクの玉がアーマーでたてマークは超能力防止のシールドじゃないっけ。ピンクの玉がアーマーでたてマークは超能力防止、あ、そうでしたっけ。399はヒットをはじめとしたローグライクの話ですよ。399、効率を求めすぎると疲れでミスって死ぬ。あ、効率を求めないと死ぬ、効率を求めると生存率が、すいません、そういうこと。私は手間を惜しんで死ぬが結構ありますね。すいませんでした手間を、疲れてくるとほんとめんどくさくなって手間を惜しみますからね。でちゃんとこういう風にリロードの状況を確認すればいいのに、多分やったよねぐらいの感覚で行って敵に囲まれて、あ、リロードしてないで死ぬっていうね、ありますね。普通にありますね。すいません。本当効率を求めすぎると疲れでミスって死ぬ。私の場合は集中力的な問題で、それが、いて。やべ、ヘルメット装備したままだ。硬いなぁ。ちょっと、これも榴弾じゃダメでしょ。ペネトレーション上げるモッドを詰め込むとかしないと、このナイフルだと通用しない敵が結構いる。これ自分で狙うか。ですよ、お客さん。ごめんなさい。アスキーヤード。ああいう厳格なスキル上げする理由は、敵を倒せるようになりたいというより、特定のスキルを上げたいという目的があります。ほうほうほう。各ステータスが一定の数字になるとやることも増えるシステムだったのが一因かと。あ、なるほど。何かレベルとかで何か増えるとかじゃなくて、スキルで一定レベルで派生するとかそういうことか。魔法も関連ステータス上げないと消費する魔力がバカみたいな値になってて、隣よりも魔力マックス内で足りないとかあった。ステータス上がると反比例して、ま、消費も魔力が減る。あと倍になったとそこら辺にいる赤熊が魔物数匹相手に無双してましたなんか肌からバランス調整を無視してるようなすごい状況ですねああそういうシステムだから、ああいう風にやりたいことがあるならばああいったスキル上げ必要になるのか。なるほど。単純に無意味にやってるってわけじゃないんだ。やったー。私もおぼり分やるときにはそうなるのかな。まあめんどくさい、やりたいことがあるならばやらざるを得ないか。ちょっと将来的に楽しみにしましょう。森木メディドローンいらないね。正直この回復イヤリングあるから必要ない、ね、あのゲームだと魔物小なり英兵小なりクマでしたねどんだけクマ、野生のクマ強いんですか魔物って道具とか魔法とか使ってきますよねそれよりも強いクマってどういうことですかね。いいね、クマじゃんの恐怖いいですね。
このゲームでも結構クマちゃん脅威ですけどね。あ、でも結構お肉っていう要素の方が大きいか。そうか、せっかく持ってるのにやらないゲーム多いのはほんともったいないな。やりたいですね、いろいろと。あ、これいらないわ、アンチバイオティクスいらない。よし、間違った。あ、成功した。じゃあメディ、あれ、これ今取れたかな。何も作れない。食料系がほんとやばいなこれ。上の階層戻ってバイオーム行く。いや弾薬ないからダメだな。どっちにしろフレジェットラウンド少なすぎてどうにもならないか。捨てるぐらいだったらアンチバイオティクス使っとくか。在庫あるな。何個作れんだ。いらないやめとこう。あ、ここやばい部屋だ。これ無視しよう。違う違う、ブリビオン、あのシリーズ一つもやったことないのか私。あ、これは壊しようがないから大丈夫。まあこのダメージだったらば多分100ターンぐらいかかる。うーわー、いる、やばい。壁殴り同好会メンバーじゃないか。ここにいましたね、すいませんね。で、気づいたんですけど、この部屋がゴールですね。この部屋やんの？こいつと戦いたくないんだけど。どうしよっかな。鳥さん倒さねば。鳥さん、これどうしましょうかね。まず、再シールドかけて、フィアームを無効化して、で、この状態でもう全力で頑張りましょうか。いやー、これ辛いだろう。何か無視して突っ込む。インビジブル使って無視していっちゃう方法もありますけど、ここにラボステーションあるから最悪戻って使う可能性もあるしな。倒すか。さっきのメリベイのやつ、エクスポート列が原文を参照してたんで直しときました。あ、ありがとうございます。なんかやったような気が、やってあった気がするのに、なんか英語のままだったんで。ってことは私が、あれですね、ミスってましたね。エクスポートの方の、参照するところが原文の方になっていたってことは、つまり、翻訳の方を見ていなかったんだ。すいません。ありがとうございます。じゃあ、後ほど修正というか、取り込んだものをまた改めて公開いたします。やってると本当いろいろ気がつきますね。すいません、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。
あまり気が済みませんけど、あいつの嫌なところは、いや待てよ、あいつって確かパラライズフィア聞いたはずだな。フィアかけて接近して殴った方がいいんだっけ。こうタワーないよね。タワーないから左側から行ってフィアかけて殴った方がいいわ。レジストされるのが落ちたけど、こっち側から行くよりは左側から行こう。ヤリチカウトリでしたっけ。ですね、あのスターラス使ってる敵鳥ですね。離れるとプラズマ撃ってきて、近づくと槍であのアーマーおよびインベントリー内のデュラビリティをガリガリ削ってくるっていう最悪の敵ですね。ですんで近づきたくもない。コンスイト鳥さんコンボ映像一応フィアかけたらばここにスキャッターが打ち込むんで倒せると思う。いや倒せないと死んじゃいますね。よし、一歩前に進んで、よし、いやーフィア強いわ、これはいいわ。キャー、ドレインされた。スカウトに対してフィアを使った。あ、今のフィアをあの再シールドでレジストしたんだ。壁殴り同好会が盛んに活動しててなゴム下ですね。あれ危険なんで、できればもう近くの通路に行きたくないですね。離れれば活動止めるんで。やべ、フィア切れた。いや、これスタンしてるなら、いや、ライトニングブレードをこのまま続けた方がいい。いや待てよ、あの攻撃されてデュラビリティ削られるの嫌なんで、ちょっとアイテム捨ててよ、床に置いとこう。よし、ありがとうございます。ふう、今ライトニングブレード節約しようとしましたしましたすいませんでした。ほら一応デュラビリティがある程度減ってるんで、ね、今ああいうことを消しようとすると死ぬんですよねこのゲーム今まで散々それを経験してるのに消しようとしたっていう、ね、この男何も学習していない。あ、ショートカットされていないか。そのまま殴り続けたのは賢明な判断だと思いますすいません私もアドバンスコンバットライフルで攻撃しようかと思ったんですけど、リロードの時間考えると、そのリロードの最中にフィアが切れて殴られるって可能性が十分あったっていうのと、ターン考えると殴ったのと対して変わらないっていうね、ダメージ的にも変わらないんで意味ないなってことを頭よぎってやめました一応はね、耐えたってことは評価していただきたいよし、フレセット弾丸助けて。ほんと欲しいですね。フレセットラウンドを使ってくる敵はハイバーコマンダーと、ヘビーセキュリティボットマーク3かな。確かあいつがスキャッターガン使ってるはずなんで、ね、フレセットラウンド持ってるはず。あ、そういえばあのウィキの方に、ウィキの武器の項目、あそこに、最適レンジから離れた場合の、命中率に対するペナルティの値が書かれてましたね。そういうことなんだっていう。あれ、勉強になりました。
まあ私はまああえて言うならば知らなくても全然良かったんだけど、まあ知れて良かったかなって感じですかね。まあそういったものもありますよと。だいたい数値的には予想の範囲内だったかな。節約症候群がのぞおどり時に治癒しているようで安心した。いやもう最終階層まで行って、最終階層まで行って、あの回復レベルアップ回復部ケチったがために死ぬとかいう、あんなどうしようもないバカさがえんのことやっちゃった関係で、ショック療法として良かったんじゃないですかね。あれは本当ダメージがでかかった。あれほどもう公開することはなかなかないですよね。いやあれはいい薬でしたね。本当。だってあの30時間無駄にしたんですよ。30時間。ゲームのプレイで言うと大体2週間分をあんな数ターンを1ターンか2ターンのために捨てたっていうね。もうどうしようもなかったですね。ちょっと隠れて見えない。ボーンだが、あ、こんなの作れんだ。あの毎回捨てていたあのでっかい骨、あれってこういうのに使うんだ。てっきりあのネクロマンサーのゾンビ作るためにしか使えないと思ってた。おまけにこれ素材結構 楽ちんだから、これ結構序盤から作れるな。ボーンだが、あの昨日か一昨日かの更新であの自動概要かかった関係でかなり読みやすくなりましたね。ボーンだが、へえ、なんかここくっついてるっぽいな。ちょっと後で確認しておこうか。これって多分海洋かかるとこだと思うんだけど、いや調理に使おう。あ、いいですね。あの包丁代わりにペナルティじゃなくてあの判定ボーナス欲しいですね。クッカー使う時のボーナスいいですね。その発想いいですね。ボーンだが、やっぱくっついちゃってるな。あ、ここもなってるな。確かこれってここですよね。1個下になるはず。ということは最悪この素材っていう文字の前にバックスラッシュ N 仕込んで買いを入れちゃうか。条件が分かんなかったらばこれは報告した方がいいかな、パッチの作者の方に。ちょっと原文参照しないとどういう問題なのか分かりませんけど、よし、 OK。 おお、ダクトテープ、ダクトテープ何個目、4つ目ってことは RG スペシャルいけるかな。あんまり作りたくないけど RG スペシャル、あ、作れる作れる。私もこの人生の半分くらいまではエリクサー最後まで余らせる人間でした。天狗版をこで散々ケチったせいで何年も新さんを舐め続け、初クリアする頃には大幅に強制することに成功しましたよ。ゲーマーってのは体で覚える生き物ですわ。やっぱそうですよね。あのレアアイテムは使えない病がありますよね。最初に言えるルールで修正したって書いてあるけど、うんうん、それでもなってるの。え、あれちょっと待ってください。最新 DLL もしかして今日か昨日更新ありました？私当ててるのは2日前のやつかな。正直ダンジョン飯的な雰囲気ネタで言った調理案、まさか本当にそういう方向で利用していく策を考えつくとは思ってなかった。そもそもあまりシステム分かってなかったので思いつくはずもなく、それは間違いなくネタだった。ほうほうほう、偶然って怖いね。すいません、でも発想的にはすごく合ってましたね。まさにあのでっかい剣で調理するより
ね、全然いいですからね。そうだったんだ。私、普通にネタとして書いてると思ってた。あれ？ありましたっけ？逆にでっかい剣で調理してるとこが見てみたい。確かに。それに似たようなものだと、ダンジョン飯でやってなかったでしたっけ？あのでっかいブロードソードで切ってるようなやつを。そんなのがあった気がするね。あのダンジョン飯で私結構好きなシーンが、果物とか、果物じゃないな、じゃがいもみたいなやつ、木の根っこを剥いたりするときの、あの、処理処理っていう、あの、擬音がついてるシーンが好きです。どうでもいいですね。すいませんでした。あ、これか。あ、これ、確かに、トマトさん報告してるんだ。私、読み飛ばしてた。すいません。不具合を解消しました。20日。あ、すいません。これ、私、多分、これ、この最新バージョン使ってないですね。やっちまった。全然見てなかった。こっちの更新ばっかり見てました。多分、見逃してましたね。あ、本当だ、更新ある。こういうことか。全然見てなかった。報告を読み飛ばす悲劇。すいません。文字が長い上に、釣り式になっちゃってるんで、どれが新しいかパッと見わからなくて、気づきませんでした。そうか、じゃあ、ウィキの方に公開してある、この最新パッチ当てられないですね。ちょっと、あれ消しとこう。ウィキの方に当ててやるやつは、1個前のバージョンですね。ちょっとこれは、一応撤回ってことで一応、あ、違う。これじゃないわ。こっちだ。こっちはちょっと、線引いて、一つ前のバージョン対応ってことで、これは後ほど改めて更新します。すいません。いやー、ダメだな。私、全然見てなかった。ブロードソードじゃさばくのは無理でしょうね、うん。叩いて柔らかくするとかならできるかもですが。やっぱダメですかね。結構、悲しいな。キノコみたいなやつをシャリシャリ切ってたんでいけるかなと思ったんですけど、やはり、ドワーフの人みたいに包丁とか持ってたのかな。ちょっとは。漫画の方確認したいですね。ブロードソード、意外と切れ味いいように見えましたけど、やはりそういう武器じゃないか。ほう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 。今回2巻で見たのかな、ドワーフの人が背負ってる鍋、実は蓋があったっていう。あれ1巻でもやってましたっけ。蒸してる作業、あれがすごく印象的でした。一作版。あ、本当だ、修正ファイル1ってある。これだったんだ、すいません、見てなかった。本当すいませんでした。これ DLL 更新するだけでいいのかな？だったら今すぐできるけど、ちょっと今やるとまたおかしくなりそうだから、とりあえずこのまま行きましょうか。ほんとすいませんでした。うん、OKOK ね。私、ゲーム起動する段階で、日本語化ファイルのチェック一応いいやってことにしてるんで、中身全然見てなかったですからね。すいません。基本的にこのメッセージ以外は、テキストファイルとか、イグゼの中のメッセージおかしい場合にはゲーム起動する段階でクラッシュするんで、それさえ通っちゃえば OK って思ってたんですね。ダメだな。逆に考えるんだ。ブロードソードを足などで差し挟んで固定し、じゃがいもを手に持って削るように向けばあるいは。あ、なるほど。
あの刃の部分を使ってガリガリ削っていく感じか。そういう方向か。確かにそれならいけそうですね。あの漫画だと武器とかを手入れしてるシーンってあんまりない感じなんで、どれほどの切れ味なのかは分かりづらいですからね。敵を武器の扱い方として、あの壁ぶったたくのに普通に使ったりとか、結構雑に使ってるんで、ね、最低限の手入れしかしてないんだろうぐらいしか思ってませんでした。ねえ、すいませんね。あの壁を叩いてトラップを発見するっていうあの作業の時に、エルフの人の杖を最初に使おうとしていたのがなかなか良かったですね。渡す前にどうせ叩きつけるんでしょう的な感じで言っていたのが、ね、なかなか鋭くて良かったですね。そして内容的に衝撃的だったのが、あの何でしたっけ、あの鳥、鶏みたいなやつ、あいつがコカトリスかな、あいつがどちらが本当の頭なのかっていうね。あれ、あの辺の ネタも結構好きでした。よし、じゃあ下の階層行きましょうか。サイシールド、コンセントレート、コンセントレート、アドバンストコンバットライフル全弾詰め込まんでいないわ。バジリスクじゃなかったか。バジリスクだ、そうでした、すいません。そうでした、バジリスクのあの鶏の方と尻尾の蛇、どちらが本体かっていうあれですね。あれがそうだったのかっていう。私はずっと逆だと思っていた。まあ、あの漫画での解釈なんで、まあ、なんとでも言えますけど、あれをびっくりしましたね。あの漫画は本当いろいろと、ねえ、ある種常識的なものを逆手に取ったネタがあるんで、そういった点が非常に面白いですね。あー、どうしよっかな。こいつまずフィア、こいつにフィアかけて、こいつのグレネードでフィア食らいたくないから、フィアかけて、で、レジストする。机壊したくないな。とりあえずこいつか。OK。 前段リロードが響いてきちゃってるな。よし、 OK。 そしてお前だ、お前どう、こいつ、この人どうしよっかな。まあ、弾抜いて、まあ、どっちにしろ一発殴ると逃げていくから、それを利用して戦いましょうか。あ、いけるか。ここ扉閉じたいな。マニピュレーションで閉じたいけど、お腹減るの嫌だな。あ、やった、ありがとう。ワンちゃんか、ワンちゃん来るならリセットラウンドで。ネコハクプレイヤー的には、コカトリス、バジリスクは触ったらアウトなイメージしかありませんでした。ほうほう。リンク、米印ヘタックのスポイラー要素があるので、読みたくない人はリンク開かない方がいいです。そうか、私のコカトリスのイメージは疲れたらやばいっていう、そういったイメージでしたね。あ、やばい、間違った、これじゃないわ。ちょっとリンクを見るのはお待ちください。一応リロードしないと絶対忘れちゃう。
おい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 、ちょっと待って、なんで送った方は呼んでないんですけど。ああ、お三方いらっしゃいませ。ちょっとハイキャリバー、いやこれどうしようか。昔は剣なり名刺でぶん殴って興ませた。鎧の隙間を突き刺すためにダガーとか持ってたようだけど、うん、ダンジョンに挑む戦士はそんなもんいらないんですかね。あれってことは持ってたのかな。多分1話目とか読めばそういったなんか描写があったような気がしますけど。ワンタン王国に迷い込んでしまったようだ。これどっかにあの檻の部屋あるんじゃないかな。檻の部屋ってワンチャンランドになってますよね。あれほんと邪魔。ちょっと一発ぶん殴ってスタンさせて、でこの段階でリロードして、結構痛いね。であとはライトニングブレードで、リーでもいいや。むしろリー壊れてくれた方がインベントリが空く。うーん、弾がないな。モンスター相手だと剣一本でどうにかなっちゃうのかな。いやでもサイドアームなしで潜るっていうことは普通しないと思いますよね。ちくしょう、あのワンちゃんどこ行った。ちょっと待って、これフレシェットラウンド使い切ったか。なんかいるな。ほほほ、コカトリスの死体、言わずと知れた最終兵器。何それ。文字通りコカトリスの死骸である。分類としては食べ物、毒への耐性が身につく設定になっている。毒の耐性ってなんだっけ。ドワーフとか食べるんでしたっけ。なんだったっけ。口でも手足でも頭でも触れたら最後石化してしまうからな。これじゃあどうやって触るのこれ。あ、はあ、はあははあ、は、手袋を使うんだ。あ、なんかネットハックってなんか意味不明のアイテムありますよね。これ何使うんだろうっていう。そういうやつの一個がこういった用途に使えるんだ。生肉、缶詰を食べると即石化。卵を食べると数単語に石化。コカトリスの卵ってあるんだ。素手で死体を拾うと即石化。はぁはぁはぁ。素手で再破断の上にある死体をオファーすると即石化。その祈りで直してもらえないの。激物すぎる。これ危険極まりないですね。あの不用意に なんかわかんないけどあるっていうのを触っちゃった瞬間即死ありますね。これ盲目時は盲目状態で素手で死体の上を通ると特性が。すいません、これ極悪すぎませんかね。これあの素手で死体の上を通るっていう言ってるけど、あの盲目状態ならばね、多分靴とかで踏むと思うから大丈夫じゃないかな。あ、盲目時は手探りでそこに何かあるかを調べているからだろう。そういうことか。はあ、だが石化耐性あるものには効かない。総じて酸性の死体を残すモンスターは皆そうなのだが、具体的には以下の通り。あー、酸食らうとアーマチ落ちるんですね。へえ、死体を装備しても決して安全ではない。これ食べ物ってことは仲間の犬とか猫食べちゃうんじゃないかな。下手に置いとくと。
何でも拾いたがるニーフでさえ、メガネメガネ。その状態で、手探り状態で、盲目状態で進むわけだ。で、偶然触れちゃったがために、石化して終了と。ちなみに、コカトリスの幼体であるチカトリスの死体も全く同じ効果を持つ。チカトリスって初めて聞いたな。さすが最終兵器の二つらを持つだけあって、威力はアーティファクトに劣るとも劣らない。勝るとも劣らない。だが、常備することにはできない。ああ、死体は死体。時間が経てばどうしても腐る。また、周りが怪物の像ばかりになってしまうと、ダガーを使うシチュエーションとは、使うことはできない。重い鎧を着ている相手が転倒した場合にとどめを刺すため、別の相手と組み合って動けなくなっている敵の急所を突くため、他の武器すべてが使えなくなった場合の最後の攻撃手段もしくは自害用。自害用。食事をさばくじや鎧の当てレザーを切ったり、日用雑貨として、下手なアイテムよりも一番使えるアイテムですか。武器としても使えるし、ツールとしても使えると。ほうほうほう。ってことは、別に人間相手していないモンスター相手だとしても、やっぱり十分持っている価値っていうか、持っているべきアイテムってことですね。ってことは、ダンジョン飯の方はちゃんと持ってるんでしょうね。単純に私が忘れているか、そういった演出がないだけか、どちらかですね。ドワーフの人、普通に包丁とかいろいろ持っていたし、何本も持ってるっぽかったし、多分持ってますよね。パーティーでいるとしても、ねえ、さすがに誰か一人持ってればいいっていう、そういったことはないだろうし、やっぱありますよね。いかんな。あとでもう一回読み直そう。あ、普通に面白くてな、ね、読んでるだけってのはあれですからね。そういったものを含めていろいろと楽しみましょうか。ありがとうございます。重い鎧を着てる、なんかそれは確か、ね、なんかで聞いたことがあるような気がしますね。倒れて動けない敵、普通の武器だと攻撃雑貨品としての担当は広く取らないから殴るっていうね。今の軍でもナイフはいろんなことに使えるし、だったらば余計に持ってない方がおかしいか。よく装備でね、胸のところにつけてたりしますよね、ナイフを。いっぱいあるんだろうな。ないわけがないですね。すいませんね。適当で私。ほんとすいません。ありがとうございます。何これ、ピヨピヨって。要は、コカトリスの子供。成長するとちゃんとコカトリスになると。ああ、このゲーム、そういった良さなんだっけ。これペットになるの？危険極まりないですかね。死にそうな気がする。ありがとうございます。すごいね。ハッカホリック。更新は全然ないけど、もともとのネタがもう充実しきってる状態なのか。まあ、なんか知らないのがあるな。ドラゴンなんて見たことないな。へぇ。大塚ちゃんよくやったね。エナ出てあげよう。石か。頭撫でた状態で、そのまま石化ですね。中性とかファンタジーもので装備や服装の描写がしっかりしているものだと。むしろ誰でも彼でも腰に下げてるレベルで持ってたりする字もあるな。ほう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 。アンリアルワールドなら日用雑貨としてナイフ必須ですし、簡略されてるのかな。後ろから攻撃するならナイフでも十分致命的な武器。素晴らしい再現性です。さすが、あのサバイバルゲームとしてはちゃんと通常の用途以外にも、通常の用途かもうちゃんと考えられる用途はきっちりこなせるようになってるってことか。アンリアルワールド、デュラビリティとかあったら死にそうですね。
ナイフが壊れて炭とかね、自分で作れるのかな、打製石とかでね。なんか Steam に来るのはいろいろ楽しみですね。どれほどのプレイヤーが絶望して消えていくのか見てみたいですね。まあそのうちの一人が私になりそうだけど。まあそこはいろいろとね、あれってことで。へぇー。ファンタジーものの描写。あまり見ていてもそういった細かいところ気にしたことなかったな。そういったところで楽しむっていう方法もあるんだ。いや、いろいろ勉強になりますね。あまり、やめて、痛い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 。普通にって言うやおかしいか。きっちり読んでると、むちゃくちゃ時間食うっていうのが、白政宗の攻殻機動隊で覚えてしまったがために、あまり深く読もうっていう、そういったことはしないようにしてるんですけど、楽しみ方がちゃんとわかるならば、楽しめるならば、十分ありですね。うわー、これもレシピだな。食料系のレシピだな。ん？あ、からか。ティービルド、これ気軽にやってもいいように思えるんですけど、これ失敗した時のペナルティがワームホールで飛ばされるってのがあるんで、これ気楽にやるとやばいですね。あー、使いたいけど今回やるべきではないよな。これどういう効果あるんだっけ。 T フィールドは高級的に何かステータスがあるってのが あったはずだな。ちょっとやってみようか。 97% ならいけるでしょ。はい、ありがとうございます。この T フィールドの翻訳したのは私なんで効果がわかるんで、あー、あの確率かっていう、なかなか腹立たしいですね。声出して笑ってしまった。いや、97% で爆発して砕け散る、爆発してダメージ受けるっていう確率結構低いん。いや、ワームホールで吹っ飛んだりするよりは低いですけど、単純にシャットダウン。お石の灰になるか若返って肉体化になるかだっけ。内容的に選択していけるんで、できればよかったですけどね。このキャンだったらば脳みそ減らして体力、肉体関係強化したいですね。マイト系が強化したいかな。あ、でもブレイン低いとフィアとか食らいやすいんだよな。60、58%、 さすがにこれ低いからもうちょっと上げた方がいいけど、このキャラクターアビリティのステータスポイントをレベルアップごとに1ポイントしかもらえないから、もうマイト振るしかないんですよね。これがきついな。友人外での失敗をドアでも箱でもなくここで引いていく。99% でも普通に失敗しますからね、このゲーム。ちょっと判定、ね、疑問がありますよね。あ、そうだそうだ、ちょっと思い出した。スカウトとは別にマリーもちょっとやってるんですけど、大体こんな装備になってますね。階層11階でレベル11。ブレインは罠調べるために上げてる。ああ、確かに、罠発見にた、あの罠を発見する判定に使われるのがブレインなんですよね。トラップ技能じゃなくて、なもんで、あれある程度上げておかないと、真相に行った段階でワームホール踏んで最終回数に飛ばされるとかシャレになりませんからね。確かに、アイテム的にパルスレゾネーターとか作れればトラップ判別できるんでいいんですけど、あれ普通作らないですよね。あれもね、このゲームアキンボできればそれもいいですよね。ダーター、あの
強いマークスマンライフル的なやつを両手持ちして撃つっていう。ただしレイシャルペナルティで全く当たらないっていうね。それが一番怖い。あ、これ久しぶりに拾いました。これはユニークアイテムですね。これ何が強いって、ダメージ半分ですよ。ダメージ半分で、そうそうそう、それアーティファクトだっけですね。これユニークのアーティファクト、これダメージ半減なんで本当強い。敵の機銃の鉄砲の集中砲火食らってもなんかよ本当にダメージが減ってるの分かりますからね。これ強い。デュラビリティもないんで、これ最終回想まで使えます。その代わりユーティリティベルト使えないんで、ちょっと使いづらいかな。まあマリーが使う分にはインベントリー大きいんで、それほど辛くはないんですけど、これすごく強いですね。マイトも上がるし、ほらプラス10ですね。ベルトかな。見た目が、これ私最初ベルトじゃなくて王冠か何かと思ってました。これ腰につけるんですよね。半減ってことはクソ痛い攻撃ほど効果でかいってことだもんな。そうそうそう、敵の集中砲火食らっても全然減らないんでびっくりしますよこれ。いやこのベルトは本当拾って大正解でした。で同時にこの同じ部屋にあった箱からこのファイヤーブランド出たんで、多分同じ人が装備していたんでしょうね。ベルトとこのファイヤーブランド装備、このファイヤーブランドも敵にファイヤーダメージ与えられるんで、すごい。だが断る。いやこれこういうレアアイテムはちゃんと使っていかないと、ね、呪われちゃいますからね。あ、そういえばこのゲームってアイテムに対する呪いとか祝福ってないですね。そういえばないですね。アイテムの性能もみんな固定で、数字みんな同じだし、振れ幅みたいなのはダメージみたいなの、ダメージとかデュラビリティに対するダメージぐらいしかないっていう。結構簡略化するところは簡略化されてるんですね。あ、そうか、ダーターアキンモです。これそういうことか。私ダーター2つ持ってたんだ。すいません。私これのこと言われていたのか。大量のゴミ武器という存在が呪いみたいなもんやし。ああそうか、ゴミ武器と、その左に使い時が分からず捨てられないベルトが見えますね。あ、これミラージベルト、呪いとかない代わりに容赦なく破壊されます。うん、破壊から保護するアイテムください。あ、確かにそれ欲しいですね。3に対するダメージを防ぐやつならありますけど、他ないですよね。修理するアイテムがあるから頑張って修理しろってことかな。結構なんか要所要所極端っていうか、ね、尖った仕様ですよね。楽な部分はあるけれどもきつい部分も多いっていう。このトラップに関してもお腹、この満腹度、フードですね、こっちか、これが変化するトラップがないっていうのも、これもなかなかね。せめてマーセナリーとか空いたキャラクターのために満腹度がね、全開はしなくていいから 50% で 50% 回復するとか減るとかね、そういったのもあっていいんじゃないかな。強いて言うなら種族ペナルティが呪い。ああ、そうか、種族ペナルティ、単純にマイナス修正がつくだけならまだいいですけど、最悪装備できないがありますからね。あれはひどいな。もう鎧がボロボロで、やっとアーマーボックス見つけて喜んで開けてみたら、保護金庫的なものがあればよかったですね。ああ、そうか、確かにそうですね。取り出すのにターン経過が必要な感じ、そういったペナルティがつけば、そういったペナルティがあるならば、そういった、ね、4次元ベルトの保護バージョンみたいなやつ、そういったのもいいですね。打開装備だけど1回しか使えないし、インベントリにマス使うから、うん、倉庫開けれないと捨てちゃう無敵ベルトさん。私これはバニラで打開するときに使いましたよ1回。これ装備すると
あの敵がこちらを認識しなくなるんで、いや違うか、あ、いいんだよね、敵がこちらを認識 しなくなるはずなんで、これ装備して身代わりで破壊されるクラフトアイテムでいいと思います。なるほど、そうか、ノイマン先生に対するあのペンダントみたいな感じ、 あれみたいな感じで、もしくはあのベースペーストみたいにあの3ダメージから防ぐみたいな袋みたいなやつあればいいのか、そういうのでいいのか、バックパック保護用のあのリフターパックの認識しなくなるというか味方だと誤認させるってやつですね、確か。あ、そうかそうか、私認識しなくなるものだと思ってた。これ装備して最終階層の敵の部屋の中突っ込んでもこっちが攻撃しない限りは見つからないんで、うまいこといけば一部屋もしくは二部屋ぐらいスルーできるんですよね。これすごく強力。ただし敵が扉の前に陣取っていた場合にはあの殴んなきゃいけないんで、それだけはちょっと辛いですね。で、ってことは混乱している敵とかには効かないのかな。あ、多分効かないですね。混乱してる場合には敵味方オブジェクト関係なく攻撃始めちゃうんで、あ、そうか、そういうことか、敵から見えなくなるじゃなくて仲間として認識されるってことは存在は分かっているから、バーサクしてると混乱してると殴られるんだ、そういうことか。余計に使いどころ難しいな。そういった仕様かと思ったら攻撃したら消えるのか。ちょっと使いづらいかな。これってどういう条件で、ああ、そうか、ボスがいるから最終的に攻撃することになるし、最終回でバニラみたいな使い方はできないんじゃないかな。無理ですかね。ああ、一番最後のボス部屋の前の部屋はクリアリングしないと戦えないですよね。となるとその一個手前ぐらい。後マスターマインドとかでバレそうで怖い。あ、マスターマインドバラ、これごまかせるのかな。タワーでこれ無効化されるのかな。あ、いろいろ試してみたいな。これ余裕があったらちょっといろいろ試してみましょうか。どうせこれ邪魔だし、多分この感じからしてクリアできない気がするから、試して仕様確認した方がよっぽど有益ですね。なるほど、確かによくわからない仕様ならば試した方がいいですね、これ。なるほど、マスターマインドってグラマー聞きますか。マスターマインドグラマー聞かないですね。あれは単純なオブジェクトの一種なんで、聞くのは攻撃ベルトコレクターとかしたマリン、攻撃かあのマニピュレーションで無効化するっていう、それだけかな。ってことはマスターマインドに対しては無効化なのか、マスターマインドに効かないのか、試してみたいな、どっかいないかな。タワーはないな。ちょっとあの次この冒険でマスターマインドタワー見つけたら、マスターマインド見つけたらあのそこで止めてまた次回検証しましょう。ちょっとそうじゃなくてマスターマインドの部屋でグラマー使っても効果ある。マスターマインドの部屋ではグラマー効かないんじゃないかな。マスターマインドの部屋では効かないですね、確か。精神攻撃系状態異常系は無効。正直爪が甘いと思った。あ、確かにそういえばそうですね。
でもあの敵の連中相当レジスト高いような気がするんですけど、どうでしょうね。具体的なステータス見ようと思えば見られるけど、あいつらに結構効かなかった、超能力系ってあんまり効かなかった記憶が、効くのかな。うん、ちょっと経験が少なすぎて何とも言えませんね。ほんとマインドゲーム以降はあのタワーが邪魔すぎますよね。ちょっと本当にグラマーがタワーに対して有効かどうかも、それも検証しちゃんとしましょうか。ちょっとメモさせてください。が、マスターマインドタワーで聞くかと、ミラージュベルトが、ボスの PS アイアーマーがむちゃくちゃ硬いのはスキルレベルが高いからなの。多分そういうことじゃないですかね。あの特殊な魔法とかないはずなんで、魔法じゃないや、超能力ってないはずなんで。ああ、でも何か装備してレジスト高めてる可能性とかも十分ありますよね。どうなんでしょうね。そういったズルでも使ってるのってライフドレイン、サイアーマーですよね。あとサイドレインか。むちゃくちゃ吸収される感じからしてレベルが高いって感じで、そういった解釈でいいんじゃないかな。具体的な数字が見ようと思えば見られるってのはもどかしいですね。ミラージュベルトがマスターマインドで聞くか。とりあえずこの2点要チェックと。プレイヤーがレジスタンス100にしてもあそこまで硬くならないよな。ほう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 。ってことはラスボス補正入ってるのかな。プレイヤーは上限100だけど、ボスは200とかあるとかかな。ね、最近スターランスとかボーバルブレードで切ってもダメージがほとんどいきませんからね。あれ強すぎますよね。あれはひどいと思った。試したいな、いろいろ試したいですね。なんだなんだろう、あの乗っているズールのエリートでしたっけ、あいつの超能力パワーかな、もしくはスキルもプラスされて100以上になってるとかかな。普通は100以上は無視されるけど、両方加えた数字が使われてるとか。違うか、クーアストモルいる。ストモル気がついてる？気がついてないか。微妙な位置だな。右側から行きましょうか。あ、セーフある。降りてても硬いし痛いし。ああ。そういうことはやっぱり特殊なのか。特殊なのかっていうより、明らかに補正入ってるってことか。これだけ敬語だね。これ私やったやつか。何々は使えない、使用できない。だな。本当今のウィキビ、うわースクラップハルクいる。あー、これ後回しだな。
とりあえずこいつ倒そう。スクラップハルク気づいてないのか。気づいてないならば、ここ開けちゃうけど、うわ。やべえ、気づいたかな？あ、気づきましたね。穴引きで私的に非常に有用なのは敵の射程ですね。毎回見たくて見たくて仕方がないんですけど、敵の射程を知れば一方的に攻撃できる範囲がわかるんで、それ知りたいですね。言語データいじってる時に敵のところ見て、敵たまに敵のレンジ見ちゃうことあるんですけど、あれ知ってるとすごく楽ですからね。よし、これで、あとは、近接して殴ろう。ケイ、ショットガンラウンドください。じゃあ敵の射程を表示するハックを作ってもらおう。何か作ってもらえるならば、AOE 武器の着弾位置を表示するツールじゃなくて、表示できるようにしてほしい。ショットガンとか、フレセットとかの、範囲ダメージの、着弾地点がわからないから、それが、わかりづらいんで、それを表示できるようにしてほしいな。ダメか。うわー、ワンちゃんが起きちゃった。射程外か。お、その位置ならばこっち狙えば両方当たるよね。ケイ、フィア、ありがとう。なんかすごい、そういうきっちりゲーがしたければゲットしましょうね。そうだ、確かに確かにおっしゃる通り。バイオニックデュースもハードやりたいんですけどね。あ、ちなみにこれ遊んでるわけじゃなくて、扉の開閉使いながら足踏みしてます。私は扉閉めて足踏みしていて、このワンちゃんが扉開けてます。よし、また。やめましょうよ。くわ、ストーンボール来ちゃった。やめて。経験者はみんなやるけど、未経験者は開閉して遊んでるようにしか見えない儀式。ね、この恐怖に陥ってもできる数少ない行動の一つですね。フィア状態でできる行動は、アイテムを使う、武器を切り替える、扉の閉会をする、リロードする。で、移動しようとするとランダムに移動しちゃう、攻撃しようとしてもできない。なもんで、対策としては、扉でああいう状態になったらば、扉の閉会をうまいこと使って、
単形化してフィアを直す。まあ相手もあるんですけどね。あ、これ今これ使っちゃってもよかったかもしれない。ストーンウォール来るならば先に使ってもよかったですね。ちょっとストーンウォール邪魔なんで、ストーンボールもったいないけど、ショットガンでやるか。フィア使ってショットガンかな。上から来てるな。シャンブラーやるか。この AI のパスファインディングが微妙にバニラより劣化してる気がするんだけど。おお、二方いらっしゃいましたか。上の何？リバーネント。元はそのあたりの情報が明らかになる代わりにダメージがより極端。ヒットとどっちが楽なのか、計算できる分ゲトの方がメンタルに優しいのか、集中力にはよりいかめしいが。バイオニックデュースはあのワンミスで、バーサーク中は何でもできる仕組みに持ち帰ると楽しいことになる。銃持ち帰った場合はあの問答無用に全てのものに対して打ちまくりますからね。おまけにリロードまでしてくれるっていう素敵仕様。あれ極悪ですよね。バーサーク食らった瞬間にもうインベントリ開いて、素手になるか、あの、ナイフとかに切り替えて、あの、ダメ、近く、近接してるもの以外攻撃しないようにするっていう。もしくは足踏みですね。ほんとバーサーク、あの、強い武器を装備した状態で、バーサークした時に与える周辺へのダメージでかいんで、ほんと一瞬でもうインベントリ開くようにしないと、きついですね。ストーンボールを相手していたらサイバーエガーベア来ちゃった。こいつは近づ密着しないとプラズマキャノンを撃ってくるんで、とりあえずここに逃げて 1,2 でここに逃げてこいつら倒して、こいつフィア使って倒そう。スキャッターガン使いたくないんだけどな。うわやべえ、フィア食らってる。バッカーモノ、バーサーク対策にショートカットに必ず近接武器をセットしておきたいですね。あ、確かにとっさに切り替えられるっていう、その利点を使うためにも確かに言いますね。そして一瞬で武器を切り替えつつインベントリ開いて、回復する、それですね。まずいな、スクラップハルクめんどくさいな。スキャッターガンはここに来たらフィアかけてスキャッターガンで一気に行くか。これは一歩右行って密着した状態で、なんかここにいるぞ。こいつにフィアかけて、フィアされてるし、ちょっと待って、フィッシムランツ使ってこいつにフィアで一歩上行って、ここ狙ってスキャッターが打てば全部に当たるかな。ここだよね。いや、最悪こっち優先した方がいいから、ここ狙えば確実にここに両方とも当たるな。ちょっと賭けに出るのやめて、ここ狙おう。で密着。ストーンボールがいる。なんかいるな。またワンちゃんか。
ょっとうるさいんですけど。ワンちゃん、近づかないと。どうにもならんな。私はサイアーマーにサイシールドか一発分なかったか。あ、スタンしない。ケイスタンした。あ、間違った。撃つべきはこいつだよ。よし、スタンしたならばショットガン撃っていく。うわ、なんか下から来てる。おおおお、ちょっと重くて2歩移動しちゃう。はい、さよなら。で、なんか来てるし。超能力は使えません。さよなら。あ、これボーンだね。これあれ作れるわ。さっきレシピ覚えた、ボーンナイフ、ボーンダガーか。あ、フレセットラウンドつきました。いやー、これ全弾込めはないな。やるしかないか。うわー、ストーンボール、ちょっとバカ、何やってんの。どこのバカで分けたの。ちょっと待った、これストーンボール来ちゃうから、サイヤーフィアー、これ逃げた方がいいか。いざとなったらレーザーライフルでも撃つしかないですね。ああ、そっか、確かにエナジーバッカバッカあるから、それで行くしかないですね。5マスか。1 1 2 3 4 5、一応ストーンボールある程度迎撃できるな。1 2 3 4 5、間違った。肉あと、なんか武器あったっけ。行ってるそばから、レーザーライフルが、レーザーライフル使わざるを得なくなっちゃったんですけど。フィアも使えないな。あと一戦車で倒せるか。しゃあない、レーザーライフル使うか。
この階層なんかワンちゃんがやたらいるな。なんだ。2回連続で武器にダメージ入るのやめてもらえません。ギャーなんか来てる。重いせいで AP 残すというタクティカルストラテジー的上等手段が失敗しまくりですね。あの一歩しか動きたくないのに2歩動くっていうのは本当やめてほしいですね。よし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 、これはもう上に逃げるしかないな。で弾込めて、でデュラビリティあるアイテム全部捨てればちっこいやつは怖くない。あーベースペースト使ってあるから、あ、いやまあいいか。あれ、なんか今ダメージ受けたな。なるほど。私の場合には、いやー、誤爆？すいません。私あの LMG とか持ったらば撃ちまくって私の前に、あれなんか今ダメージ受けたな。ちょっと。しまった。ゴム手袋あった。まあ最悪ゴム手袋を装備して戦えば10ターンダメージ受けないんですけどね。まあいいや。3から守りし者が腐食するとはこれいかに。あの使用説明読む限り、あのここに手首のところに中和剤噴射装置がついてるらしくて、それを使うことによって3を打ち消してると。ゆえにこのゴム手袋自体は耐酸性能はそれほどないっぽいですね。一応気分ぐらいはあると。なんだこの部屋。あ、ごめん、すいませんでした。今あのメロン色のものが見えてしまった。ぎ、お前かよ。いやまああれもやれるけど、あ、そっかそっか、フィアがあるからやれるわ。ちょっとこれ骨邪魔だな。
まあ後で拾うか。リロードしてないよ。え、してない？あ、本当だ。すいません、ありがとうございます。本当だ。他のことに注意取られて忘れてましたね。今みたいな感じで普通にミスって敵の目の前で弾がないっていうそれですよ。肉食べちゃおっか。この病気の肉は言わなきゃよかった。顔文字幸せいや、ありがとうございます。おかげでなんとか直前でこの戦法でリロード忘れは致命的である。ねえ、この戦法をする以上必ず弾は一発込めていかない状態だと死ねるんですけどね。なんで忘れちゃうんだろう。私の脳みそやられてますね。あー、持ってけないな。あ、ライフルラウンドっぽい。ちょっと待って、なんか下に、あ、こんにちは。あ、ちょっと間違った。あー、ここ良くないな。1個上行ってこっちだ。11個ある立方体の素材1個いらなくない？これ、あ、あー確かに顔文字幸せすいませんうん、確かにこれサイバースクランブラー作りたいだけだけど、もう現状10個あるから、これも1個処分しちゃってもいいですね。もしくはフェロモンバイトを使っちゃおうか。いや違うな、この森木メディドローン、これ使っちゃおう。使わないしね。あ、あぶねえあぶない、再ポイントないことに気づいてなかった。ちょっとこのドローンもういいでしょ、これは捨てていこう。いや、これもいらないな。こっち、イヤリングつけないの？あ、ありがとうございますギリギリ言われる前に気がつきましたライフの方はレベルアップで回復しちゃうんで、あ、そっか、サイポイントも回復するのか。だったらば回復ドローンは貴重だと思うけど、え、これいります？使ってるの PSI なのに2度もあまなって操作ですかお前はそこはあえて言っちゃいけないとこですかね。まあ超能力の再ポイントね、マナ的な感じっていう、まあよく解釈すれば比喩表現っていう、そういうことにしておきましょう。一応持ってきます。これあんま使わない気がするんだな。あの、通常ならば欲しいんですけど、こっちのこの1ターンに1ポイント回復する無制限に使えるこのイヤリングあるんで、いいかなと思っちゃいました。一応持ってきましょうか。可能性余裕ありますからね。ライフルパーツか。あ、HP 回復イヤリングか、うん、即死防止イヤリングと勘違いしてた。あれ欲しいですね。あれは確か赤いやつでしたっけ。両方つけたらもっと回復するじゃん。あ、そうか。いや、これ両方つけられるのかな。これって二者択一じゃないんですかね。これもしかして両方つけられるの。
いや、こっちはこれイヤリ、あの首ですよね、確か。あれ、これって装備できんの？ドローン枠とイヤリング枠は別よ。あ、なるほど。あ、そういうことか。あ、そうかそうか、確かにこれでイヤリングとドローン同時に装備すれば。あ、正解でした。そういうことですね。こうすることによって回復量が実質倍ぐらいか。そうか。ってことは結構用途的には使い道あるか。ドローンとイヤリングで2倍回復できる。多分できますね。これ回復は個別なんで片方だけとかは存在しないはずなんで、多分これ一旦につきに、あ、もうライフがマックスになっちゃう。あ、ほらほら、今あのプラス1が2つポップアップしましたよね。フロートしたんで、これイヤリングとドローンで両方とも同時に回復してますね。実質回復 1.5 倍ぐらい。メディドローン1対1回復じゃないっぽいね。これちょっともったいないな、削っとこう。ライフルパーツ確か在庫あったはずなんで、これは持っていかなくていいか。で、ここに、よし、いらないアイテム、現状使わないアイテムを放り込んじゃおうか。よし、エナジーバックパックいるよな。1スタック置いていくか。いや、待てよ、弾薬ない状態でレーザーライフル持つと多用する気がするけど、まあその時はその時でまた回収するか。この有り余るピストルラウンド置いていこう。AK ライフル、いやどっちにしろ弾はないから作っても使い道ないな。あと置いてけるものは、回復ドローンは敵が多い時とかもターン経過なしで微妙に延命できるから使いやすいと思う。ほうほうほう。あ、そうかそうか、あのデュラビリティがあるアイテムじゃないから、その場でターン経過なしで装備できるのか。そうなると1ターン1ポイント2ポイントでも、1ターン1ポイントだとしても十分価値はあるか。そっか、じゃあ捨てずにちゃんと持ってきましょうか。なんかあんまいらないなって普通に思ってました。すいません、ちょっと骨他の素材ないから置いていこう。あとライフルパーツもこれも置いていこう。オプティクスも倉庫入れちゃえば。オプティクス、あ、これ ありがとうございます。存在してましたね。ライフル手に入らないから、あ、まあレーザーライフルの材料になるか。レーザーパルスライフル作るにしても素材がないな。頭の上に金の玉が浮いてると余計に操作レスみたいですね。あのマナシールドですね。あのマナシールドはすごくね、分かりやすくてね、見た目的にあれなのはとても見て、すごくいいですよね。ディアブロを激しく思い出しますね。あ、これスタック5個限界か。
あ、何でも回復パッチあるしがむてもしまっちゃう。あー、これ鎧の関係で、できればあのガムテ鎧作る可能性が出てきちゃう。あー、そっか、何でも回復できるからいらないかこれ。あと X レイといらないグレネード類とか。 X レイ、あー、その辺にドロップしたのがありましたっけ。グレネード類確かに使わないですよね、こんないっぱい。X ライフルの材料。あ、なるほど。あ、これか。すいません、言われるまで これ持っていたことすら忘れてました。ありがとうございます。使わないグレネード類置いていくか。プラズマグレネード、最悪これで敵何倒すっていうこともできるからな。ファイヤーグレネードは、あ、まあ、レーザーライフルがあるからいらないっちゃいらないけど。倉庫に入ってるバイオ MOD は鑑定済み。あ、これ鑑定済みですね。これは確か、これか、これはマイトプラス10の元ですね。もっといい鎧が装備、いい、もっといい鎧が手に入ったら入れようかなと思ってました。ちなみにバイオスラグもあります。これファイア BOM はプロテアンに便利。ああ、なるほど。扉の外から、扉の外からプロテアンを攻撃して、で扉の閉会使って、あーでも結構ターンで破壊されちゃうけど、確かにちっこいやつを削るのにショットガンよりももっと範囲が広いから倒しやすいですね。ちっちゃくしてから投げるとか。うん、私でっかいまま投げるのかと一瞬思っちゃいました。確かにちっちゃくして投げれば、あの継続ダメージで逃げてる間に勝手に死んでくれますね。ちゃんと考えればそういったアイデア出てきますね。とりあえずこれいらないね。あとこのミディアムアーマー以上のパッチは、サコグレネードとスモークグレネードは最終回まで使わなかったらボスあたりでばらまこう。敵の命中率ががっつり落ちる。ほう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 。チャフ、多分これずっと試造すると思うんで、これ置いていきましょう。多分使わないと思う。存在すら忘れていると思う。スタン、そうか。あとスモーク、スモークはないかな。これスタンだな。あれ、エナジーセルもうちょっと持っていってもいいかもですね。うん、エナジーセル、あー、そういえば最近ロボット倒してないからエナジーセル手に入ってないですね。エナジーバックパック作るのにも必要だし、1スタック持ってきましょうか。で13個。フラッシュとかチャフって全然使ってなかった、うん、ボスに有効なのか参考になる。あれ、私聞かないものとばかり思ってましたけど、確かにあそこタワー立ってないんですよね。そういう関係で有効ならばほんと強いですね。じゃあフラッシュとかも置いていくか。コロッシブグレネードボスに効くのかな。あのやったら硬い装甲、これで削れるかな。ログに使わずに死んだり使わずにクリアしちゃったりするけど、うん、明らかに当たらなくなるからビビる。ほう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 。あ、じゃあだったらなおさら使わざるを得ないですね。
スターも置いていくか。結構タワーとかある関係で通路とかじゃないと状態異常系のグレネード使いづらいですよね。こんなもんかな。ダクトテープは保険もしくは鎧として一応持っていくか。サイバースクランブラー、こんなにサイバースクランブラーの材料1個置いていけば。はあ、はあ、サイバースクランブラーの材料、あ、これ確かに、あ、OK だね。確かにこれ1スタックだけ無駄になってましたね。じゃあこうしよう。よく気がつきますね。あとこれフェロモンバイトも1スタックだけ邪魔だからこれも溶かしておこうか。エマージェンシーテレポーター、ナノメッツ、いやこれはもう使うな。こんなとこですね。箱の中で使う。自分でやってると見えないバグがあるんですよね。なぜかか間違いなく存在してるのに言われないと気づかない、言われても探してしまうっていうね。おかしいな。あー、いやマグピストルあるけどフレシャットラウンドないんだよな。この鎧装備すると1単1コードになっちゃうんだよな。スコッティさんは現状使い道ないな。あー、ブレードシャープナー使うかな。ボーバラブレード、ボーバラブレード修理はまだ時間あるからいいか。名前忘れましたけど、インベントリにマス使う過去に戻るあれ、うん、あれもまだ置いておいていいかもですね。あ、はい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 。テレポーターってスキルチェック入るんでしたっけ。テレポーターはこれ入るのかな。これ今なんか使いたくない事故りそうな気もしますけど、確かこれってスキルチェックなしでいきなり飛んだ気がします。確かこれはいきなり使った段階でテレポートした気がする。うん、多分。じゃあちょっとこれ、あれ、あ、しまった、ここにあった、バッカ。箱に戻るやつはやばい時に持ってないと意味ないから持っててもいいかも。そうか、どうしようかな。現状インベントリここまで大きく開いたんで無理っくり置いていかなくてもいいっちゃいいのか。まあ床に置いてあるアイテムが この6マス分あるから実質これだけ空いたと考えれば。どうしよう、非常用として持っていくか。今回持っていって次にまた邪魔になるようだったらば入れましょうか。そうしましょう。よし、あ、成功した。いや待てよ、これって失敗した時のペナルティー何だったかな。37%やっちゃダメでしょ。よし、じゃあちょっともう時間も時間なんで、あ、やべ、ポイント振ってなかった。下がるよ。あ、じゃあちょっと 37% は 38% かリスキーすぎますね、やめときましょう。
ありがとうございます。時間逆転はいざ使おうと思ったら難しくて失敗した、うん、ウェポンボールと開け直そうと思ったのに。ああそういうことに使えるのか。これ何パーなんだろう。現状55%でツール使って70%。難しくてって言われなければ使った段階で飛ぶのかと思った。このエマージェンシーテレポーターとは違うんですね。現状をちゃんとこのデジタルアシスタントを持っていれば成功する可能性は結構ある。過労してなんとかなってますね。じゃあちょっとポイントだけ振って今日は終わっていきましょうか。ブレイドも上げておかないと。バイオテック2ポイントか。メディカルは、メディカル使ってないから2か。過去に戻るやつはその回での状況そのものを巻き戻すのに使うやつだね。緊急脱出に使う感じではない。はあ、ははあ、は。失敗したらどうなるの。つまり、さっきのウェポンバルト、あれ失敗したりとか、ノイマン先生にアイテム、打開アイテムぶっ飛ばされた時とかの対策用ってことでいいのかな。失敗したらどうなる。これ失敗した場合のペナルティなんだろう。私それ確認したことないですね。多分これ漢字からしてワームホールとかじゃないかな。どうせろくでもないこと起きると思う。ちょっと試したくないですね。試さなくていい状況を常にキープしておきたいですね。ウィキを見れば確率まできっちり含めた数字見られますけど、私は非常時にしか見たくないんで、ちょっとそれは使う時のお楽しみってことにしましょう。すいませんね。お、やったー、メタボリック覚えたー。これでお腹が多少マシになるか。メタボリックは一定時間食べ物必要量を減らすやつですね。よしよしよし。これ使うときに効果的なのが、ベッドで寝たりとか、レスティングするとき使えば、相当節約できる。最終回である程度掃除終わった後、階段戻って入り直せばそこから時間戻せる。ほうほう。最初に入った階の状況じゃなくて最後の状況に戻るみたい。ってことは、ミスってラスボス戦ミスったりした時に死ぬ前に使えばやり直し効くんだ。あ、それいいこと聞いた。一番最初に入った真っさらな状態に戻るってばかり思ってました。なるほど。それいいこと聞きましたね。それ、死ななければたらればできるんだ。あ、使える。あ、これ強いわ。なるほど。ありがとうございます。たられば装置ですね。よし。ではちょっともうほんと時間なんで今日は終わっておきましょう。階層23階で、じゃあ32階でレベル35で装備はこんな感じ。うん。で、深刻な弾薬不足が続いております。ということで本日は終了いたします。あの時蹴散らなければな。もう忘れましょう。あの時蹴散らずにステータス開いていればクリアできたと思うんですよね。ね、なんで1ターンで死ぬダメージ受けてるのに使わずに殴り続けたんでしょうね。
はい。なんか、ね、最後に最後でまたしょんぼりしましたけど。MLB バックアップはそこそこ作れそうなので、うん、パルス作れればいけるかな。確かナノワイヤーがあれば作れる。あれが出ないんですよね。あれが出ればパルスライフル作れる。あとはコンポジットクロスがあれば。あの決して一度耐えられると信じてしまった。そう。どう考えてもダメな攻撃。そうダメージだというのに。死んだらたられば目くそもないんやなって。うん、そう。たられば、するためには、ちゃんと、ね、見切りというか、使うべきところをちゃんと 見定めましょうと。もう、ケチって知るはしたくないんで、本当やばかったら使いましょう。はい。では、終了いたします。ご視聴並びに、書き込みやアドバイス、情報ありがとうございました。日本語化の方は、伝えられないぞ、間に号へ。一週間じゃなくて、二週間ぐらいちょっと遅いかな。すいません。あれ、ほんと YouTube で見直せると思いますけど、自分で見てもなんでこれ耐えられると思ったんだろうってね、びっくりしますね。日本画家の方は、テキストファイルの方は一通り終わったので、イグゼの方、に取り掛かっておりますと。それが終わったら調整作業、そして完成と。もう、ゴールが見えてきてる状態なので、ね。ちょっと、もうちょっと頑張りましょうっていう、そういう感じです。では、また次回ありましたならば、適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。今日も参考になりました。あ、何か、私もなんか、しょうもないプレイしてて、記憶しかないんですけど、何か参考になったならば、嬉しく思います。お疲れ様です。いやいや、疲れた。では、失礼します。三連持ちすべてで乱数小ダメージ引けば耐えてた。動画では一回だけ小ダメージだった。え？お尽くす。そういうことだったんだ。お尽くす。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ってことは、運が良ければもう一旦耐えられたんだ。まあ、今更言ってもどうにもなりませんからね。どっちにしろ回復すべきところだったのは間違いないんで。